えー、アパレル衣装やってるんですが、なかなかうまくいきません。戦略を変えながら、もう少し粘ってみたいと思うんですが、このまま赤字が続いた場合、3キロをつけるタイミングはいつにすべきですか。えー、っと、えー、僕だったら、もう赤字がね、ある程度出た段階でもうやめちゃいますね。はい。僕はある程度、えー、赤字が出た段階でもうやめちゃうなと思ってて、やっぱりね、うまくいかないことをずっとやってもあんまうまくいかないんですよ、基本的に、確率的に。うん。で、えー、皆さん経験あると思うんですけど、うまくいくことって、トントン拍子でうまくいくじゃないですか。わかります うまくいくときってばーっていくんだよね結構もちろんずっと頑張ってずっと耐えて努力してうまくいくこともあるんですけど結構ねうまくいくときっていきますよ、うん、で経営者で一番やっちゃいけないのはやっぱ思い出れあるじゃないですか事業とかこれサービスとか作った自分が作ったサービスとか思い出があってうまくいかないし誰もつかないのにずっと自分の愛着だけでサービスを続けちゃう,そう,いうそういう会社が一番潰れますはい だってうまくいかないようにずっとそこに投資し続けるわけなんで時間と金と労力も投資するだけなんで、すごく無非生産的なんですよね。うんでえー、じゃあ、どうしたらいいかっていうと僕は前,前も言ったけどス,スモールスタートアップっていう考え方があってちっちゃくですよち、はい、ちっちゃく最小限のコストと最小限の人員でとりあえずいろんなものを始めてみるんですよ。でうまくいくほんときは本当にうまくいくんで当たったものを伸ばす。はい 要はトライアンドエラー、手数を出すっていうのをビジネスでは意識してます。はい。だからまあ10回やって1個2個当たればいいですもん。何でもいいですもん。1個2個ぐらい当たればいいんですけど、とりあえずコストをかけないで、すぐにスピード感を持って始める。で、うまくいくときは手応えでわかるんで。で、うまくいかない時ねときは何やってもうまくいかないです、うん。そういうふうに考えます。はい。<laughs> え、はじめまして、いつも配信楽しみにしてます。先日、時を稼ごうと読ま意していただき、めちゃくちゃ勉強になって面白かったです。私はもともと営業6年ほどやってきて、フリーナンスで稼ぎたいと考えています。最初はアフィエイトをやろうと考えていたんですが、知人から強めに生かして、ニューロ光の営業代行をやった方がいいと教えてもらいました。みささんはどう思いますかえー、お答えください。えー、と、ニューロ光の営業代行は、えー、まあ、でも、ありっちゃありだと思いますね。え、結局、えー、ビジネスって、よく人に、えー、何やったら成功しますと、 かとかこれやったら成功しますかって質問いただくんですけど、答えようがないんですよ、えなんでかっていうとその人の持ってる人脈、環境、あとスキルによって全然違うじゃないですか、で今、質問いただいてる松尾さんって方はもともと営業6年やっているってことなんで、えー、アフリエイトをじゃあこれから1から始めるよりも営業の仕事をやった方が成功する可能性は高いですよね普通に6年間の蓄積があるから。 だって、アフレートってネットのね、いろんな何にもね、わかんない、ネットのことわかんない人が一から調べてやってもやっぱり時間かかりますよ。はい。やっぱアドバンテージないじゃないですか。でも営業に,に関しては6年もアドバンテージがある。これは結構大きいなと思ってます。で、入路光の商材自体がすごくいいかどうかわかんないんですけど、高単価かつ制約しやすい商材っていうのはあると思うんで、そういう、そう,そういう商材を、えー、と取り扱って営業の仕事を軸に会社を拡大していくっていうのは悪くないと思ってます。はい。 僕がアフリエートをいつも進めてるのは、その後の拡張性だったりとか、誰でもお金がかからずに、初期投資なし、ほぼなしで始めれるからいいよって言ってるだけであって、えー、別にアフリエートが正解なんじゃないんですよね。これは本当に人によって全然違うと思うんですよ。はい。と思ってます。なんで、えー、個人的にはいいと思、いいと思います。自分のノウハウ、えー、優位性があるところで勝負するっていうのは鉄則だと思ってます。はい。